いよいよ発売が迫ってきたヨッシークラフトワールド。今回はいろんなコースをご紹介。川下りにソーラーカーレース、飛行機に乗って撃墜、これは巨大ロボ、そして手強いボスとのバトルも。さらに集めたコインを使って奇世界工作をゲット。これを身につけると敵の攻撃から守ってくれる。奇世界工作は全部で180種類以上、中にはレアものも。このダイレクト終了後、最初のコースが遊べる体験版を配信開始。ヨッシークラフトワールドは3月29日発売。